6.30プレミアリーグウエスト第10節静岡学園高市、八大津港時のス,スポーツセンター時のス A グラウンド、天候3ヶ月の FW が得点力を開花させ始めている。大津高 FW 金松賞、3年イコール FC ボラエスト宮崎出身は後半に2得点。他にも3得点に関わり、8対1の解消に貢献した。 得点はいずれもポジショニングよく右サイドからのラストパスを引き出し、1タッチでシュートを決めたもの。常に相手の視界から消えて入るとか、止まるとか、ニアに突っ込むとかっていうのは、いろいろパターンが大津の中でもあるんで。そういうのを意識しつつトレーニングとかで重ねていったら、やっぱりゲームになって、いろいろ入ってきた時に対応できる。5月にプレミアリーグで3得点をマークし、 6月のインターハイ予選でも決勝で先制点を挙げるなど得点数が増えてきている。FW は点取るポジションだと思うんで、まず点には貪欲っていうのをずっと意識しています。FW 始めたてだけど、クロスに入る速さとか相手に引けを取らずにできると思う。クロスのヘディングだったりとか得意としているんで、意識しています。今年3月までボランチを務めてきた金松は、 登録 184cm の長身を生かしたヘッドやポストプレー周囲を生かすパスも効いている。昨年、ボランチのレギュラーとして夏冬の全国大会に出場。今季もボランチとしてスタートしたが、3月のピューマカップ U17 イ堺サカイ2024から FW を務めている。そのピューマカップで5得点をマークして得点王。高スタートを切ったが、プレミア、 リーグの最初の方とかは全然うまくいかなくて難しいなと思っていたと振り返る。それでも2トップを組む FW 山下、刑事がしっかり動きのアドバイスをしてくれて、ともさん、山城とも大監督からいろいろ要求されて、いろいろ分かってきて、最近また点取れるようになったし、散らしたり自分の良さを出しつつゴールに向かえるようになってきた。リーグ戦では、 金松の5得点に対して FW 山下刑事3年、が13得点。相棒は前線で起点になる動きに加えてゴールを量産している。だが、この日対戦した静岡学園高の川口治監督が金松の存在の大きさを口にしたように、元ボランチの背番号6が相手にとって嫌な FW になってきていることは間違いない。ボランチで勝負したいという思いも抱いているが、 大学行くにあたって、どのポジション任されてもいいよ、とできるように。大学1年目からスタメンっていうのを狙ってるんで、常にどのポジションでもできるようなユーティリティ性があれば、大学行った先でも使いやすい選手かなっていうのは意識しています。FW でもハイレベルなプレイヤーへ、1ヶ月後のインターハイも得点王を追う狙っていきたい、と力を込めた。インターハイでは、 大津はやっぱ強いんだぞっていうのは色々な県のチームに見せつけて難しいゲームになると思うんですけど一戦一戦しっかりと戦って全国制覇を目指していきたい。1ヶ月間で FW としてより成長を遂げ、日本一を狙うライバルたちの脅威となる。